じゃあ続きやっていきます。クズ、あ、クズじゃないか。クズ、カズラ弁護士の話を。いや、本当に言わずじゃないからな、本当、カズラさん。窓が開いていたからって、私が開けた証拠があるかしら。それに、犯行にビデオが使われた証拠もね。まあ、それはないかな。それで人を犯人扱いするなんて呆れちゃうわね。あなたの推理は穴だらけということよ。穴だらけなのは、バドーさんの、コートですよ。ここからが本番だな。そうだな。一瞬でも気を抜けば隙をつかれる。カルマの完璧な立証、それが試される時だ。本当だね。やっぱ揺さぶってっていろいろ、ちょっと穴を見つけていかないと、それこそ。ちょっと難しくなってきたな。私が開けた証拠はないけど、開けさせただろう、あなた。証拠か、そんなもの、指紋を調べればすぐにわかる。ふう、調べてみたらいいわ。やけに余裕な態度だな。ということは、聞き取ったか何かしらの手段で別の人物に開けさせたからだ。だから、あれでバドさんに開けさせたんでしょ？窓を開けさせた理由か。不簡単なロジックだ。突きつけてやろうではないか、あの証拠品を。もしまた眉間に調べさせて。それより指紋は調べない、指紋とかじゃないんですよ。じゃあ、証言を続ければね。あ、じゃあもうやっちゃっていいのかな、これ。これやっちゃおうか、じゃあ。じゃあね、これでしょ？カズラ弁護士がバドー刑事に挙げた香水、同じ香水を第一生かしてこぼした、これ。これでしょ？わかりやすい、これは。難易度 E ランクや、これ。これに見覚えがあるはずだ、カズラ弁護士。あは、水木君ってこう、そういう香水をつけるの？いや、これはあくまでも、メイちゃんのであって、メイちゃんのであってね、私のではないですが、男の子にはあまりお勧めしないわよ。これは私のものではない。そうよ、この香水は私が手に入れたもの。私がいただいたものみたいな 言い方しないから、手に入れたもの。バドー刑事からね、奪い取ったものよ。カズラ弁護士、とぼけるな、それくらいにしていただこう。これあなたのでしょう。これはあなたがバドー刑事にあげたものだ。分かってて言ってんだろうな、これ。すぐ熱くなるんだから。で、その香水が何か。第一控室にいたとき、あなたはこの香水を派手にぶちまけたんでしょう、あなたは。ビシャーって、バドー刑事がそう証言してくれているね。え、それはバドーさんから聞いたんです。そう、知っていたのね。香水をこぼしたとなれば、当然窓を開けようとするはず。それこそ偶然だと言えるわ。私が窓を開けた後はずっと第一控室の窓を開いていたのよ。その時たまたま銃声が聞こえただけかもしれないわ。香水をこぼすタイミングは自ら調整できる。そうですね。しかも結構きつい香水なんでしょう。今回の犯行によって重要なのは、銃声を聞かせるタイミングだ。しかもそれは自分のアリバイがあるときに聞かせないと意味がない。まさか、カズラ弁護士、あなたは、糸の奥切刑事を連れて廊下に現れたバドー刑事を控室に呼び出したそうだな。だからもうそのためにバドーさんは用意された、ただの駒ですよ。だから駒。すべての行動を狙って行えたのはカズラ弁護士、あなたしかいない。最初からも糸の子さんに罪を着せるつもり満々で、なおかつ馬頭さんを証人にするつもり満々で、あなたはクふふ。香水をこぼしただけで犯人扱いとはね。ただしこれだけ言えるわ。私は一条さんを殺すことはできないの。え？その理由証言していただこう。そうね、もう十分楽しんだわ。そろそろ飽きてきちゃった。これで終わりにしましょう。このくだらない事件は同感です、それは。早く終わらせましょうよ。香水をこぼしただけで犯人扱いは乱暴じゃないかしら。まあ、それは。カルマケンジの弟子だけあって、捏造はお得意みたいに。おっと。煽ってきましたね。でも私が一条さんを殺すことは不可能。なんで？だって一条さんを殺したナイフがどこにあったか知らないもの。え？そんな理由？レイジ、この証言好きかないわ。ああ、だがどんな手を使っても逃しはしない。まあ、単純明快な話だね。だから、一番大事なのは多分一番最後のことがね、一番大事なんだけどさ。まあ、それ、 ちょっとね、会話をしましょう。それについては先ほど証明した通りだ。香水をこぼしたことは認めるわ。でも、それだけ。偶然こぼしたからって犯人扱いなんだよ。名誉毀損で訴えられても文句は言わないでね。好きにすればいい。私は確信している。確信？あなたが今回の事件、真犯人であるということはな。やけに張り切ってるわね。やっぱり、確信とまでは俺も行かないけど。
カルマケンジの弟子だけあって鉄道がお得意みたい。これはね、あのミッツルキさんも怒るし、メイちゃんも怒るからな。先生のことを批判するのはやめていただこう。そうよ、名誉毀損で訴えるわよ。あ、いいですね、その切り返し。あは、私は真実と言ったまで。まあ、たわいもない噂だけども。火のないところに煙は立たないだろうけどね。くそ。なんだと、この言わせておけば。落ち着け、小娘。挑発に乗るな。あ、ちょっと危ないところだった。ね、取り乱して。メイちゃんが鞭を振り上げるところだと危なかったな。あら、残念、夫婦。じゃあ、証言を続けるわよ。でも私が一条さんを殺すことは不可能。そんなことないと思うけどな。なぜ不可能なのだろうか。あは、それをこれから証明しようとしてるのよ。せっかちなとこはププ、モテないわよ、つるきくん。会話だよ、会話。おしゃべり、べしゃりをただしただけでしょ。そんなこと今は関係ないだろ。照れてるのかしら。あ、やだ、こんな女の人を。くぶ。そこの弁護士、ふざけてないとさっさと証言を続けなさい。あ、心強いわ。レース、あなたがボサッとしているなら、私も容赦しないわ。うむ、すまない。カズラ弁護士続けてくれたまえ。いいわ。私が一条さんを殺すのは不可能なの。ここですよね、だから。ここだな。ここに全てが集約されているな。このまま逃げられるわけにはいかない。彼女が一条健二を殺したのならば、凶器のナイフの存在を知っていたということになる。つまりヤタガラスってことだよな。いいや、カズラ弁護士、あなたは知らないかもしれないが、いいや、あなたが犯人だな、本当に。凶器のナイフは一条健二のバッグに入っていたのだよ。レイジ、あなたは一体どういうつもり。あーなるほど。ふ、本当の証言を引き出すための作戦だ。あ、なるほどね、読めた。へえ、さっきの公判中にはナイフなんて出てこなかったけど。それはそうだろ、一条健二がまだ使っていなかった証拠品だからな。あはは、そう、そういうつもりだろ。あ、来た来た来た。嘘を言うのはやめなさい。あなたの考えは分かっているわ。一条さんのバイクには、バッグにはナイフなんて入ってなかった。彼が用意していた証拠品は、ヤタガラスが送ってきた鍵。鍵がナイフにでもならない限り、私に犯行は不可能よね。お？これはどう捉えればいいんだ、これは。私をはめようとして、バレてたか。そうだよね。それを知ってるということは、あなたやたがらですね、という感じにしようかなと思ったけど、はめられなかったか。これ、なるほどさんだったら多分ね、この手でやろうとしてもう完全に、無理だな。そんなつもりはない。私の勘違いだったのだろう。カズラ弁護士、今の証言も加えていただけないだろうか。ん？バッグに入っていたものは鍵よ。そんなものでは人を殺せないわ。これは何？ちょっと一回、もう一回揺さぶりましょう。ここで突きつけたら多分分かんない。どうなんだろう。いや、この鍵はナイフになるんですよってこっちから教えちゃうのもどうかなと思うんだけど。何かしら、伊豆の小切刑事の今後についてとか、その件についても問題ない。彼は犯人ではないのだからな。眉間のシワまた増えちゃったみたいね。あははは。それよりカズラ弁護士、バッグに入っていたものだが、ヤタガラスの鍵で間違いないだろう。あ、てかそうだよね。あれ、ちょっと待って、バッグの中にヤタガラスの鍵が入っていることを知ってるのもおかしいのか。あと、これ機密だもんね。機密情報だもんね。それをあなたが知ってるはずはないというか。あー、まあまあまあ、そうか。警察と検事しか知らないのかな。だから弁護士、あなたが知っていたはずはないと。ああ、そうか、それでいける。そうか、なるほどね。ついに正体を現したな、カズラ弁護士。いけるよ、これは。あとは証拠品を突きつけるだけだ。ん？嫌な予感がする。いや、いけるでしょ、これは。なぜ鍵があったことをあなたが知っていたのかと。それでいけるんじゃないかなと思うんですけど。ナイフにもなる。カズラ弁護士、この写真を見てもらえるだろうか。これはヤタガラスが警察に送ってきた鍵の写真だ。なんか一見鍵に見えるが、実はこの鍵、ナイフになる仕掛けがある。つまり、
一条賢治のバッグに入っていたのは、ヤタガラスの鍵であり、凶器のナイフでもあったのだ。このヤタガラスの鍵の情報自体が機密だからさ、カズラさんが知ってたはずないと思うんだけども、あなたは一条賢治のバッグに鍵があると知っていたな。ええ、ヤタガラスの鍵があれば一条賢治を殺せたのだよ。くっ、お分かりいただけただろうか。あなたが鍵の、え、完璧なメイクを施しやがったんだ。さっきからよく見えないわ。そんな遠くで見せられても嘘にしか聞こえないわね。え、まだとぼける気か。別にとぼけてなんかいないわ。犯人扱いされているのに証拠を捏造されたら困るでしょ。カルマさんっていろいろと良くない噂を聞くから、え、な、捏造してるんじゃないかと。先生の名を汚すことはしない。よく見るがいい。これは本物の証拠品だ。こんな仕掛けがあったのね。いい加減認めたらどうだろうか。あなたは初めから知っていたのだろう。凶器のナイフがヤタガラスの鍵なのだと。そうでなければ警察関係者でもないあなたがこの仕掛けを知ることはできない。そういうことです。そして何よりヤタガラスが送ってきたものが何か、なぜあなたが知っている、ここが一番痛い。ふふ、一条さんに聞いたのよ。そうきたか。一条さんに聞いたのよ。彼がマカリを連れて行く前に教えてくれたの。そうそう、忘れてたわ。その時鍵やナイフになることも一条さんに教えてもらったのよ。これさ、一条さんも知らなかったんだよね、この鍵がナイフになることは。だからこれは言えるな。だけどどれが仕掛けかは教えてもらえなかったのよね。これはこれに関してはバドさんも意義ありなんじゃない。ちょっと待てと、それはありえない。あら、なぜかしら。なぜなら一条賢治のナイフの存在を知らなかったからだ。この一条賢治の手帳にはナイフのことなど一言も書かれていない。ヤタガラスの鍵としかね。ふふ、手帳に全ての情報を書くとは限らないわよね。大事なことだから口頭で伝えていたんじゃないかしら。じゃあバドさん、ちょっとバドさんお願い。残念だがそれもありえない。バド賢治もナイフのことを知らなかったのだからな。あ、来た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 。ちーよし、捕らえた。警察内でも極秘扱いの情報、しかもヤタガラス事件の担当刑事も知らない情報なのだ。なぜ敵方の弁護士に話す必要がある。あなたそんなに親密の仲だったんですか。そうでもないと思うんだが。そうね、確かにふふ。つまらない言い訳をしちゃったわね、ふふふ。なぜこの状態で笑っていられるのだ。逆にちょっとサイコパスなんじゃないか、この人は。自分の証言の穴に気づいて自分を浅けっているのよ。気にすることないわ。うむ、そうだな。カズラ弁護士、このナイフの正体を知っていた理由、それも分かっている。そっか、じゃあこの人ヤタガラスか。そう、なら教えてもらえるかしら。最後はね、その笑みが消えなければいいかな。ヤタガラスの鍵がナイフになる秘密、それを知っていた人物は本来一人しかいないはずだ。ヤタガラスの鍵がナイフになることを知っていた人物は、ん？あ、ヤタガラス。正体不明の泥棒。まさかあなたがヤタガラスとは。鍵がナイフになることを知っていたのは一人しかいない。あは、それで？それはヤタガラスの鍵を送ってきた人物。すなわち、ヤタガラス自身だ。あ、この人ヤタガラスだったのか。そうなってくると色々おかしいぞ。なぜ三雲ちゃんがヤタガラスを名乗っているんだ、未来で。ここで何があったの？この弁護士が大泥棒ヤタガラスだというの？カズラ弁護士。あなたがマカリを利用して一条賢治を陥れたのだな。認めてくれるのかな。犯罪者を恨んでいたはずのあなたがなぜそんなことを。根が深そうだぞこれは。ん、クッ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 ク、あは、あはは、あはは、あはは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 、はは、は、は、まさかあんたに新人検事なんかに見破られちゃうなんてね。最高にゾクゾクしたわよ、みつるぎくん。このスリル。盗みに入るとき以上のものだったわ。あ、え、認めたぞ。カズラ、貴様。貴様が一条を殺したのか。認めた。なぜだ。答えろ。カズラヒミコ。あは。カズラヒミコね。それが私の表の名前。裏の顔はそう。大泥棒ヤタガラス。そうだったのか。教えてあげるわ、みつるぎくん。一条さん、なかなかしたたかな男だったのよ。あ、じゃあ一条さんは、ヤタガラスじゃなかったんだよ、本当に。
彼はね、私の正体に気づきかけていた。だから法の世界から消えてもらうことにしたの。マカリには無罪と引き換えに取引を持ちかけたわ。あー、そういうこと？そういうことか。やっぱ最初に言ってましたもんね。だからマカリさんは、だから本当にヤタガラスに操られただけというか、マカリさんはだからね、多分自首しても自分は守られるもんだと思ってたと思うんですよ、きっと。だから、じゃなきゃ自首なんかしないでしょ。自首したとしても自分に罪は、多分免れるように、多分そういうように、ヤタガラス側からね、だからカズラさんから言われてたんだけど、それすらも裏切ったと。一条さんをヤタガラスとして訴えるようにね。でも、宮廷になって一条さんが、マカリを連れて行って、あ、そうやるように言ってたのか。そうかそうか、そういうことか。そこまで取引してたのか。そのおかげで計画が狂ったわ。すぐに追いかけて二人の会話をドアの隙間から聞いていたの。マカリのやつは金と権力に弱いチンピラだからね。ああ、そうか。計画をバラすとおりに、あ、実はカズラってやつが。しかも、あのままだと私の正体までバラしそうだった。だから二人とも、殺すしかなかったのよ。あなたは犯罪者を憎んでいるのではなかったのか。あれは嘘だったんですか。ふふ、どうかしらね。貴様、KG85 事件のことも忘れたというのか。そうだよ。妹さんがさ、さあね。いや、これはなんか、ちょっともっとね、いろいろあるのかもしれないね。理由がね、背景が。なんて女なのか。それで自らが送った証拠品で、一条賢治を殺したというのか。ふふ、一条さんの行動は分かりきっていたからね。マカリがヤタガラスではないと証明するための証拠品として、このヤタガラスの鍵を持ってきていると予想していたのよ。だからナイフの部分を利用することを思いついたの。この凶器なら足がつかないし、いや、つくだろ。つくだろ、まさか凶器になるなんて思わないでしょ。いや、鑑識舐めんなよ、本当に。警察とかで絶対わかるでしょ、これ調べればさ。何気なく第二控室に入って、一条さんと話すことにした。一条さんに信用してもらえるよう心配するふりをしながらね。そしてヤタガラスの鍵をあっさり貸してくれたのよ。ビニール袋の中で鍵がナイフになるとも知ら、あー、そういうことか。そういうことか。一条さんはナイフにも気づかないまま死んだわ。よくも一条。長い付き合いだからね。マカリさんは？せめて苦しまないように殺したつもりよ。だが一条賢治を先に殺したなら、マカリを殺す必要はないだろう。井戸の小入刑事を捕まえるときにも言ったと思うけど、目撃者を生かしておくと思う。そういうことか。それに相打ちに見せかける方法を思いついちゃったからね。そういうことか、犯行ビデオのトリック。そう、最初は銃なんて使うつもりはなかったのよ。さすがにバレる危険があるからね。だけど、証拠品に犯行ビデオがあることを思い出したの。だからマカリに協力させて、現場を工作して、油断したところで殺してあげたわ。いや、この人ちょっと凶悪なんだけど。貴様弁護士だろ、依頼人を裏切ったというのか。あ、でも。そう、マカリさんに関しては犯罪者だから。あはは、依頼人ね。依頼なら私の方が先にしたわ。依頼？ああ、コードピア大使館の。ディードマンを殺すようにね。あ、殺害を依頼したの？ただ入るだけじゃなくて。まだ気づかないの、バードさん。密輸組織について話そうとしたディードマンを殺害したのよ。あれ？ヤタガラスって、もしかして密輸組織に絡んでんの？それで渡航する人間なんて限られているでしょ。まさか。カズラ、お前は、そう、私は密輸組織の人間よ。いつから？あなたの妹さんが、じゃああなたの妹さんがシナラムにも関わってるってことですか、あなたが。なんだと。まさかマニーコーチンとも繋がっていたというのか。どうかしらね。これはちょっと奥が深すぎて、なんかちょっともう、どこが貴族よ、ただの殺人犯じゃない。そうですね。その通りだな。ちょっと引いたぞ。そう、ヤタガラスはただの殺人犯。黙れカズラ。ヤタガラス、法からどれだけ逃げてもいずれは逃げきれなくなる。だからちょっとヤタガラス、ちょっといいやつなんじゃないかってちょっと思い始めてた俺がいたのに。確かに法の限界はあるって、なんかね、いろんなところでも言われてるけどもさ。
だからね、それでもう、これ網目にね、網目を塗ったようにちょっとヤタガラスがね、だから不正を暴いていって、法の抜け目みたいなところで、神妙に法廷の裁きを受けるのだ。まあ、ただの本当殺人鬼だったな。ねえ、水抜きくん。ヤタガラスには3本の足があるの。どういう意味かわかる？え？あなたもしかして、何ですか？ 3 本の足がある。どういうことですか？まだ奥の手があるという。つまりね、仕込んでいるのは、歯1枚だけじゃないってこと。何？出会え出会え、ちょっと。今すぐ。お前ここ裁判所だぞ。警官も周りにいっぱいいるのに、本当に甘いわよね、水力が。このヤタガラスの鍵も簡単に渡してくれたしね。あ、そうか。取り返すつもりで。あれは、ちょっと予定が狂ったけど、盗ませてもらうわ。な、まさか。これが狙いだったのか。せっかく忠告してあげたのに。犯罪者を放っておくと、とんでもないことになっちゃうわよってね。何、すべてもう、何、自分が疑われてることも計算済みで、あれしたのかな。二人とも伏せろ。ひ、キャー。体が動かない。お兄さん、右に避けて。え？てか危な。マジで撃ちやがった。カズラ！威嚇じゃないんだ、ほんとに。え？アビコモちゃんも行った。ブチカメ。ちょっと、早く行かないと。どうということはないわ。いやいや、めちゃめちゃ、声が震えているが、怪我はないからな。まあ、撃たれる経験なんてないからな。それはビビると思うけど。ミクモ君はどこへ行ったのだ？え？今の銃声は？え？ちょっと。同日午後7時、地方裁判所、第3法廷、何何？怖い怖い怖い。すまない。逃げられてしまったようだ。え？この裁判所で逃げ切れるとでも言うのか。本部に連絡を入れたらすぐに包囲網が敷かれるはずだ。バード刑事、銃声が聞こえたのだが、大丈夫だろうか？三雲ちゃんも言ったけど。絶対逃げ切れないだろ、普通に考えて。大丈夫だ。またコートの穴が増えちまっただけだ。あれ？撃たれたんじゃないんですか？これは。その割にはとても辛そうに見えるのだが。俺よりも坊や。いや、三剣剣士、カルマ・メイ。あ、やっと本名で言ってくれた。怪我はないか？認めてくれたのか？これは。私ならこれくらい平気だわ。私も。三雲くんのおかげで助かった。そうだね。三雲ちゃんのおかげだわ。本当に三雲ちゃんのおかげで命を。流られたというか。そういえば、三雲はどこにいるんだ？こっちのセリフ。いつの間にかいなくなっていた。三雲は、俺が探しておこう。三雲ちゃんは、ひょっとして追いついたのかな？カズラさんに。それと、おい、水戸の小霧刑事。あ、はいっす、バード刑事。疑ってすまなかったな。そんなバード刑事は悪くないっす。自分もその、嘘をついていたっすから。ああ、確かに。三雲からお前の話は聞いている。証言を偽ったのは許せんが。認めてくれるかな？お前は三雲の心を守ろうとした。ちゃんとデカ魂が宿っているようだな。分かってくれる人には分かってもらえるんだよ。田中さんの良さは。これからもそのデカ魂を忘れるなよ。ハイス、おやっさん。俺はまた蹴られるぞ、おい。なぜ呼び方が変わったのかしら。刑事ドラマの見過ぎではないの。メインの一言で台無しだな。わかんない。太陽に吠えろでも言ってたのかな。わかんないけど。俺はそろそろ、捜査に戻る。カズラは、俺が必ず捕まえる。バド刑事、お気をつけて。ああ。それでは、また、機会があれば、お、大丈夫。あなた顔色悪いでしょ。撃たれたんじゃないの。ああ、なんというか、ありがとうっす。あんたすごいっす。あ、こっからやっと、あれかな？尊敬するようになったかな、三剣さんを。ちゃんと真実を見つけてくれたっすね。うぶ。まあ、刑事こそ、送検前でよかったな。あれ？裁判長。私の証言のせいで、ご迷惑をおかけしましたな。糸のこぎり刑事。シュンとしてる。めちゃめちゃ、めちゃめちゃナイーブですね。裁判長もね。いやー、母、自分も嘘をついてたのは事実ですからね。裁判長のせいじゃないっす。
まあ裁判長の証言がなかったとしても、あの弁護士に身代わりにされていたと思うわ。まあそのために呼ばれたんだ、あなたはきっと。刑事になって1週間でクビになるところだったっす。危ないところでしたね。ふっ、せっかく繋がったクビだ。これからの職務に存分に活かしたまえ。そうだね。三鶴木さんの執務室をね、綺麗にするとか、そういうことに精を出してほしいですね。三雲くんからのプレゼントがある。あ、そうだ。三雲ちゃんからなんすか、楽しみっす。糸の切り刑事と三雲くんの友情の証。あ、そうですね。どら焼きですよ。これは、法廷名物のどら焼きっす。そうですよ。ありがたく、受け取ってください。自分がもらっちゃっていいっすか。ああ、君へのプレゼントだからな。もう買えないもんね、今。正直に0円じゃないの。ありがとうっす。自分嬉しいっす。早速いただくっすよ。うむ。人の多い刑事と三雲くんが二人で買ったどら焼き。もう、あれか。糸のこぎりさん、生きていけるのかな、これから。まあ、生きて いけてたから大丈夫か。実際生きてたし。うん。一条検事に届けることはできなかったが、三雲くんの思いは、この刑事の心に届いたようだな。レイジ、復帰祝いなんて気が利くじゃない。彼に渡すよう三雲くんに頼まれていたのでな。ふう、ごちそうさまっす。こんなうまいもの、一日二回も食べられるなんて。あ、食べれたと。落としちゃったと聞いたけど。自分は幸せ者っす。三雲ちゃんにもお礼をって、あれ三雲ちゃんは今頃ついたのか。三雲ちゃんがちょっと心配ですね。先ほど、馬道刑事が探しに行った。君を向かったらどうだ。そうっすね。自分も手伝うっす。あ、でも、その前に、あんたには。いや、あんたなんて言っちゃいけないっすね。あ、まさかここで呼び方が。自分はこれからも、三鶴木賢治についていくっす。あ、一人ね、信者が。出来上がりました。三鶴木信者が。ついてきてもらっても困る。私たちも帰るわよ、レイジ。早くパパに報告しなければ。では、私たちはそろそろ行く。了解っす。次の事件では自分、張り切って捜査させてもらうっす。この出来事があったから、ヨノコさんはね、三鶴木さんに信じてついていったわけですね。それはそれで困る。幻に笑った私の初法廷は波乱のうちに幕を閉じた。あれ？三雲ちゃんのその後が。それから数ヶ月後、私はようやく検事として法廷に立つことになるのだが、初動捜査を担当したのはやはり糸のこぎり刑事だった。それ以降、この男は私の部下として、筆舌に尽くしがたい苦労をさせてくれるのだが、気にしても仕方あるまい。まあね、いろいろいいところもあったから。そして、あの少女はいつの間にか姿を消していた。あの少女は今、ここにいるということか、繋がった。そういうことが思い出しましたか、水木さん。どう思い出した？めっちゃじゃあ気になることいっぱいあるわ。三雲ちゃんなんでヤタガラスを名乗っているんですか？あんな女の。うむ、はっきりと。三雲くん、久しぶりだな。三雲ちゃん、大きくなったっすね。うん、もう完全に忘れられたかと思って。そうだね。あんな強烈な出来事があったのにもかかる。まあでも子供の時やったからな。あの後、自分も心配してたっすよ。今までどうしてたっすか？ええー、のこちゃん心配してくれてありがとうね。ちょ、どら焼きもね、返してくれて。あ、お父さんが死んじゃった後、お母さんの実家に行ってたの。ちょっと遠い場所だから、なかなか帰ってこれなかったんだ。あ、すごいリアルな事情。リアルなやつだ、それ。そうだったっすか？でも、元気そうでよかったっす。これで全部繋がったりして繋がったよ。繋がった。バッチリ繋がったっす。それでね、この間、お父さんの本棚を整理していたら、いや、まだ何も繋がってはいない。いやいや、でも、三雲ちゃんが話をさ、してたじゃん。なぜヤタガラスにね、ヤタガラスも名乗っているのか、君が。そうそう、なぜ君は私に会いに来たのだ。会いに来たのは、あれでしょ、あの布を返すためじゃないの、あの、わかんないけど、三鶴木さんからもらったあれを返しに来るためで、ヤタガラスを名乗っているのは本当に知らない。なんでだろう。ヤタガラスはカズラ姫。君のお父さんを殺した人物だ。違うの。本当のヤタガラスはね、うちのお父さんだったんだよ。え？意味不だな、これは。一条賢治がっすか？私ね、この間見つけちゃったんだ。お父さんの本棚に隠されていた日記を。ヤタガラスという道を選んだ自分に、後悔はして、あ、していない。じゃあこれは完全に、あ、本当にヤタガラスなんだ、一条さん。
ってことは、じゃあカズラさんが嘘をついてるということになりますね。そう、日記にはっきり書いてあったんだから。バカなりえない。じゃあカズラさんだよ、嘘ついてんのは。何その目、さては信じてないね。目を見なくてもたっても言葉で否定したと思う。じゃあこれはどう説明する。あ、盗みちゃんってもしかしてこれヤタガラス専用のあらゆる警備システムを突破する方法。そう、盗みちゃん、ヤタガラスの奥の手だよ。これはね、お父さんが使ってた機械なんだって。すげえな、一条さん、こんなもの使ってたの。これ誰が発明したのかちょっと気になるな、これ。まずこう、一条賢治は賢治以外にもすごい人だったっすね。うん、お父さんは真実を盗むために頑張ってたの。そうか、カルマ剛さんにもなんか聞いてたもんね。だから法で法廷に立たせられないやつをどうやって裁けばいいかみたいなことを聞いてたんじゃなかったっけ、一条さんね。でも殺されちゃってヤタガラスはいなくなっちゃった。それなのにまたヤタガラスが現れたな。三鶴さん、この新聞を見てください。はあ、ヤタガラスが大使館に予告状を出しただと。これは偽物なんですよ、きっとカズラの仕業です。なるほどなるほど、あいつは偽ってるんだな。だって本物のヤタガラスは予告状なんか出さないもん。ヤタガラスは盗んだ情報を公開するときに白いカードを送る。確かに7年前バドー刑事がそう言ってたな。そうですね、私このニュースを聞いてじっとしていられなくなったの。そうだね、まあこれはじっとしてられないね。自分のお父さんがヤタガラス、まあね、自分のお父さんのヤタガラスを、お父さんを怪我してヤタガラスを怪我して、そんなカズラさんを許しておけないか。だから三剣さんを探してた、ヤタガラスの真実を盗むために。三剣さんなら真実を見つけてくれると思ったからまあこっちはこっちで忙しいんだけどもね。では君はお父さんとカズラが入れ替わったというのか。本物のヤタガラスはやっぱり義賊だったんだよ。私、義賊のヤタガラスを復活させたいの。むしろヤタガラスを利用したんだろうな、じゃあカズラさんは。そうじゃないとお父さんが浮かばれないもん。リクモくん。そうですね、確かに。リクモちゃん、けなげっす。誰が何と言おうと、自分は応援するっすよ。まあ、ヤタガラスを応援するというか、たとえ義賊であっても、泥棒は泥棒だ。君が犯罪に走るというならば、協力するわけにはいかない。まあでもね、まあでも今回のこの件に関してはちょっと、自分はどっちを応援すればいいですか。三剣さん、私がお願いしたいのは盗みじゃないよ。あの悪人を逮捕することだよ。悪人、カズラ卑弥呼か。気になりますね。一人でヤタガラスを捕まえるのは難しいことかもしれない。でもカズラの正体を見破った三剣さんと一緒なら、そうだね。三剣さんの実力ならいけるかもしれない。お願い三剣さん。でもさ、それはもう同時に密輸組織とさ、戦うことになるから。強大な黒の組織と戦うことになるんだが、そういえば君には借りがあったな。え、カズラが逃げ出すとき、君は私を助けてくれた。あ、あったな。そして先ほどの捜査にも協力してくれた。私は借りを返さずに、置けるほど薄情な人間ではない。それじゃあ、最初から多分ね、もう手を貸すつもりだったんだろうけど、もうあれだから、三菱さんは不器用な人間だからさ、やっぱこういう風にこう、頭がいい感じでね、理系脳だから。理論的に言わないとね、やっぱちょっと、論理的思考でこういう風に導いていかないとさ、自分自身も思う。あの事件のことは私の胸の奥にずっと引っかかっていた。決着をつける時が来たのかもしれない。君が犯罪に手を染めないと誓うならば、手を貸そう。三菱さん、ありがとう。さすが三菱賢治っす。やったね、三雲ちゃん。ねえ、やとこちゃん。さっきまで忘れていたというのに、なんだろうな、この仲の良さは。まあでもね、糸の子さんたち、糸の子さんと三雲ちゃんは初対面でもめちゃめちゃ仲良くなったから。だから、もともと馬が合うんでしょうね。大泥棒ヤタガラス。その正体、再び闇の中に隠れてしまった。そうですね。一条九郎と、カズラ卑弥呼、そして一条三雲。変幻自在に姿を変えるカラスの正体。そして、その真の目的を知ったのは、この少女と約束を交わした翌日のことだった。そうかそうか。で、1話に繋がるわけか。そこに、ヤタガラスのカードが落ちてたんだよね。
さらにこんがらがるんですけど。